こんにちは、池田真子です。はい、今回はアクセサリー収納の5つのポイントと、私が今つけているおすすめのアクセサリーも後で詳しく紹介していきます。ちなみに皆さんはアクセサリーってどこに収納していますか？今回はよくアクセサリーをなくしちゃうとか、すぐに散らかってしまうっていう方の参考になったらと思います。はい、じゃあまず一つ目、アクセサリー収納を考える前にしてほしいことなんですけど、まずは収納場所を考えてください。いきなりってなるかもしれないんですけど、そもそもどこにアクセサリーを収納するのかっていうのが結構大事で、なので皆さんの生活に合わせてその場所を決めてほしいです。例えば洋服と一緒にアクセサリーも選ぶっていう方は、クローゼットだったりとか全身鏡の近くにあると便利ですよね。他にもリビングでアクセサリーをつけるとか、洗面所でメイクしてそのままアクセサリーつけるって方もいると思います。で、この収納場所によってどういう風な収納アイテムを使うのかとか、見せる収納するのか、隠す収納するのか、置くのか、かけるのかとかね、いろいろ変わってくるので、まず最初にこちらを決めるのがおすすめです。で、私の場合はこのドレッサーでヘアメイクをしてそのままアクセサリーを選ぶので、このドレッサーの隣にアクセサリーボックスに入れて収納しています。はい、中身こちらです。はい、2つ目のポイントは種類別に分けることです。アクセサリーの量が多い方は特に種類別に分けることで、どこに何があるかっていうのがすぐに把握できるようになります。私の場合はピアス、大ぶりピアスで、ブレスレットで、その下に他のもの、その他を入れてて、一番上にネックレスと、あとはこの細かいピアスですね、イヤーカフとかも一緒に収納しています。はい、あとちょっとおまけで、私ピアスやネックレスはそこまで使用頻度が高くないので、こういう風なチャック袋に入れて収納しています。で、こうすることでアクセサリーの酸化を防げたりとか、ネックレスはね、一部こういう風にチャック袋の上で留めてあるので、このまま取り出すと絡まりにくくて、使う時もすぐにつけられます。で、結構ね、アクセサリーを持ち運ぶこともあったりするので、そういう時にもこのままポーチに入れたりもできるので、こういう方法もおすすめです。はい、3つ目のポイントは使用頻度で分けるです。普段よく使うアクセサリーが決まっているっていう場合は、それを一番使いやすい場所に優先して配置してあげることで、普段取り出す時にスムーズになります。例えばこういう引き出しを使う場合も、もしなんか1軍セットみたいなのがある方は、もう1段にね、すべて収まっていれば、何度もこう引き出しを開け閉めする必要もなくなるので便利ですよね。あとはこう、見せる収納、隠す収納を組み合わせたいっていう方は、使用頻度の高いものだけ見せる収納をして、他はしまっておくっていう方法もあるし、まあいろんなね、やり方があると思うので、皆さんの中でこうスペースと合わせて考えてみてください。で、私の場合はね、この細かいピアスを一番よく使うので、ここに全て収納しています。で、あとは使用頻度順にこう取り出しやすい高さにこう分けて収納しています。はい、4つ目のポイントは取り出しやすい配置にすることです。やっぱりアクセサリー同士がこう混ざってしまったりとか、ネックレスとかもこうぐちゃって入れちゃうと絡まってまた取り出しにくくなっちゃう可能性があるので、それぞれ見やすく取り出しやすい位置に配置してあげるのがおすすめです。こちらは仕切り付きのトレイを使っているので、まあ、それぞれがこう一マスごとに取り出しやすくなっています。あとネックレスもさっき言ったようにチャック袋に入れているので、絡まることもないし、透明なおかげでね、どこに何があるか一目で把握できます。で、こういうピアスも袋に入れることで散らばりにくくね、どこに何があるかすごく探しやすくなります。例えばネックレスをかける収納をされるっていう方も、一つのフックに一つのネックレスをかけてると全然取り出しやすいと思うんですけど、もしね、その一つのフックにじゃあ 2,3 本のネックレスをかけるってなると、結局下の方にあるネックレスってね、意外とこう使わなくなっちゃったりとかすることもあると思います。そういう風に取り出しにくいとか探しにくいっていうものは、使用頻度が低くなっちゃう可能性があるので、極力それぞれが取り出しやすい位置っていう風に考えてみてください。はい、最後はズボラさん向けで、毎回ね、外したアクセサリーをすぐに収納するのがめんどくさいって感じちゃう方におすすめの方法で、一時置きスペースを作ることです。アクセサリーをよく外す場所に一時置きスペースっていうのを作っておくと、今後アクセサリーをなくすことがなくなります。
きっとこういろんなところにアクセサリーを置いて、あれどこにあったっけってなくしちゃうことがあるかと思うので、もうその一時置きスペースかアクセサリーボックスにしかアクセサリーは置かないっていう風に決めておくと、そういうのが防げるので、もしすぐ直すのが苦手って方は一時置きスペース設けてみてください。リビングだったりとか、お風呂に入る前洗面所で外すんだったら洗面所とかでもいいと思います。私の場合はドレッサーに一つトレイを用意していて、で外した後にすぐ置いておくっていうのとか、次の日に使うアクセサリーを置いておくスペースにもしたりして使っています。でここで一つ注意点として、アクセサリーをねたくさん貯めすぎたりとか、ずっと置いておくっていう状態にだけならないように気をつけてください。ある程度貯まったりとか気づいた時に戻すっていう作業は心がけるのがおすすめです。はい、最後おまけとして、アクセサリー収納の近くにクリーナーもね収納しておくのがおすすめです。やっぱりアクセサリーは皮脂や汗によって劣化しやすくもなったりするので、長く使うっていうためにもこういうのも一緒に入れておくのがおすすめです。私はさっき紹介した日常置き場に置いたアクセサリーを直す時にこのクリーナーで拭いてから直すっていうことをしています。皆さんの中でいいなって思う方法があればぜひ取り入れてみてください。はい、最後におすすめのアクセサリーを紹介します。こちら今つけているのがノードグリーンの腕時計とイヤリングです。はい、まずこちらが腕時計で、セットサンレイクリスタルダイヤルローズゴールドっていう種類の腕時計になります。これは 28mm のタイプで、カラーやサイズ、ベルトなどもね種類も豊富で、自分好みのものを細かく選べます。でノードグリーンっていうのはデンマークコペンハーゲンに拠点を置く北欧デザインの腕時計ブランドです。シンプルで洗練されたミニマルデザインが特徴です。ノードグリーンっていう社名は北欧と自然っていうのを意味していて、腕時計の販売を通じて世界一のサステナブルブランドを目指すっていうことを企業理念として掲げられています。で特徴はシンプルで洗練されたミニマルデザイン、あとはストラップも金具不要でそのまま付け替えられます。はい、あとはサイズやベルト、カラーも種類が豊富なので選びやすいし、他と被りにくいです。あとは文字盤が薄くて軽いので付け心地もいいです。で価格は 2,3 万円台で買えるので、自分へのご褒美だったりプレゼントにもおすすめです。でベルトを付け替えるときは裏にね突起がついているので、ここをずらしてそのまま外せます。細かいパーツとかがね必要だったら、またそれも保管しないといけなかったり、まあ、それもしかもなくしやすかったりするんですけど、こんな感じで簡単に外れます。こちらも後ろに突起がついているので、ここをこうずらして押さえながらはめ込みます。入ってきました。で最近ノードグリーンさんで新しくアクセサリーも販売されていて、今これつけているのが目柄のイヤリングです。でこちらはマザーオブパールを使ったエレガントなアクセサリーになっています。これはシンプルでね、いろんなコーデに合わせやすいです。ちなみに今ならね、こちらの MAKOCH っていうクーポンコードを売ってもらうと 15% お安く買えるので、ぜひこの機会に概要欄からサイトもチェックしてみてください。ちなみに今日のコーデこんな感じです。ちょっとこういう腕時計がついてるだけでコーデのポイントにもなるし、アクセサリーもすごくねいろんなコーデに合わせれるので、悩んだ時にパッとつけられます。ちょっとお上品な感じにもなるし、いいですよね。はい、ということで今回はアクセサリー収納の5つのポイントとノードグリーンさんのアクセサリーを紹介しました。特にこのピンクゴールドがね、女性らしくてすごい可愛いので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。ということで、この動画がいいなと思った方は、ぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。では、池田真子でした。バイバイ。